ばんは。こんばんは。2018年12月の11日火曜日です。今はどこですか？ニューヨークのマンハッタンです。これ後ろに見えるのはティファニー本店。ティファニー本店、5番街のティファニー本店です。じゃじゃーん。おもう一回。おおじゃーん。何しに来たんですか？知りません。知らない？じゃあそれは楽しみにして中に行きますか？行きますよ。いいですか？何言うことある？ない。はい、じゃあ日本店5番街来ました。本店です。いや、じゃあちょっと今から店の中に行っていきたいと思います。店の中はどうかダメか、はい、分かんないね。じゃあやめとこうかな。じゃあ行ってきます。じゃあ行ってきます。こんばんは。こんばんは。2018年12月11日今ここどこですか？まあ、パート2というか今日3回目ぐらい。ニューヨークのティファニー。ティファニー本店です。さっき何ですか？紙袋見えた。チェキン。何これ何これ何これ、どうしたのこれ？指輪を買いました。指輪を買いました。誰のお金で？私。まあ、結婚指輪を買いました。まあ、ね、値段は秘密ですけど、まあ、僕たち、はい、僕たちにとっては結構高いお買い物しました。もうね、これで責任を持って2人で頑張っていきたいと思います。時を刻む。で、ティファニーのね、ティファニーの勉強もできたね。あのハーフの子が、ハーフの女の子がね、すごいいろいろ教えてくれて、シャンパンもいただいて、まさかあの金額でシャンパンいただくなんて申し訳ないんで。そうだね。ということで、ちょっと祝っていただきました。はい。入会もいいギャムの。そうですね。はい、でこれで夫婦、これで夫婦っぽくて、今まで指輪なかったからね。なんで夫婦っぽい活動だから、これから活動夫婦っぽくなりました。だからちょっとね、もう一回見てて、写真は撮ったから、あと画像編集して。2つ買いましたよ。カップリング。違う、カップリング、結婚指輪ってやつ。はい、はい、ちょっとカッコつけてティファニー本店で買いましたっていう感じで。で、今からどこ行くの？ブロードウェイ。本当に今日完全にデートだよ。デート。すごい。これ視聴回数2回じゃない？結構行くと思う。結構。一桁？9回ぐらい。8回ぐらい。8回行くのっていう感じで。はい。なんで今からちょっと今日自由の女神行ってからの、まあ一番最初ワールドトレードセンター行って、自由の女神行って、セントラルパーク行って、でティファニーで指輪買って、あ、はい、元前 TJ マックスでちょっと時計もでペアウォッチ買っちゃったね。いや、僕たちもう愛し合いすぎかなっていう感じで、はい、それで指輪を買ってしまって、これからブロードウェイでミュージカルを見るという。何見るんだっけ？アナ雪を。はい、アナ雪を見ます。ブローズ見ます。レリゴレリゴのやつですっていう感じで楽しい。なかった？はい、涙が出てきてる。あ、そう。指輪の金額は言えないよ。はい、じゃあもう一回見てね。はい、頑張ってきました。じゃあ今からミュージカル見て、この後宿に、はい、行って行って、今日はもう終わりだ終わりだな。なんでまた明日。 See you, thank you. Thank you, Tiffany. イエイ。